ということで、今回は山口ならではのアウトドアツーリズムの取り組みについて紹介するね。それぞれが特色ある海に開かれ、美しい里山が広がる山口県。海と山の魅力を存分に楽しめる恵まれた環境を活用し、アウトドアに着目した新たなツーリズムの創出に向けた取り組みを進めているの。県ではこの取り組みを実効性の高いものにしていくため、市長や関係団体の長をメンバーとする山口アウトドアツーリズム創出会議を令和5年6月に設立したのよ。ここでは観光による新たな人の流れと活力を生み出そうと、魅力ある体験コンテンツの開発や戦略的なプロモーションの強力な推進に官民連携で取り組んでいるんだけど、ちょっとこちらを見てもらえるかな。この日、村岡嗣政知事が訪れたのは美祢市にある秋吉堂。神秘に満ちた鍾乳洞を探検するケイビングを体験しているの。これ少し上としたらズレがあるけど、ですね、流れる水の場所がちょっとずつ変わったりして、山口ならではのアウトドアツーリズムには新しい体験コンテンツの開発が不可欠で、知事も実際に訪れ新たな体験コンテンツを体感してるんだ。その影響で上の土がもうカラカラになってます。雨降ったらすぐにあれです。本当に冒険してるみたいでワクワクするね。観光で何が強みかっていうと、ここにしかないものが作れるっていうところだと思うんですね。秋吉堂は今も素晴らしいですけれども、これだけの未公開空間があってですね、そこで本当に探検して、体験をする、そういうですね、コンテンツが作れるっていう非常に大きな可能性を感じました。ぜひこれをですね、しっかりとルートをですね、市や関係団体、皆さんとですね、連携して形作っていけたらなと思います。そして山口ならではのアウトドアツーリズムを象徴する独創的で付加価値の高い体験コンテンツを作り出そうと、観光施策ではこれまでに例のない上限1億円の補助金も創設したんだよ。今回は3つの事業が採択されたんだけど、どれも地域の豊かな自然を生かした特別な体験ができる取り組みになっているの。最終的にどんなコンテンツが完成するのか、今から楽しみだね。さらに山口県のアウトドアツーリズムのブランド化に向け、イベントの開催やキャンペーンなど効果的なプロモーション活動も行っていくんだ。ではまとめ。山口ならではにこだわったアウトドアツーリズム体験、新しい体験コンテンツを創出し、山口県への誘客拡大を進めていく。見て触れて体験して楽しむ、山口ならではのアウトドアツーリズム。私たち自身も新しい体験を満喫しようね。では